はい、今回トヨタ新型クラウンエステートに関する最新情報が入ってきて、まあ、ナヤスのデザインとスペック類、デス装備関連も判明してですね。で、あとは価格探査時期を紹介しながら、順を追って紹介していきます。新型クラウンシリーズとしては最後の4代目ですね。初回登場したのがクラウンクロスオーバーで、もう発売して1年4ヶ月、5ヶ月近くですね。経過してきて、SUV タイプで、去年11月に発売したのがクラウンスポーツで、これも SUV タイプなんですよね。パーユニット的にはクラウンスポーツとエステートと一緒ですね。で、3代目がセダンタイプ、スポーツとですね、ほぼ同時期に発売して、このクラウンスポーツ発売時期調べたんですけどね、発売日までは判明しなくて、11月号っていう話ですね。まあ、セダンより早く発売したんで、11月上旬って記載してますけどね。クラウンセダンは11月13日ですね、発売して。まあ、本当はクラウンっていう名称なんですけどね、まあ、分けるために。で、1ヶ月後、12月19日はですね、クラウンスポーツに PHEV を追加して、スポーツ RS ですね。スポーツ Z の方がハビットの方で、だ全車種直四 2.5 行ったんですね。ハビットを搭載していて、それプラスクロスオーバー 2.4 リッターのターボハビットですね。ワンモーター式。クランスポーツは、まあ、ハビットと PHEV ですね。プラグインハビット。で、クランセダンはハビットと FCV ですね。燃料電池を発売して、で、ちなみに新型クラウンシリーズとしての去年の累計販売台数ランキング。ランキングはクラウンシリーズで20位ですね。累計販売台数が 43,029 台販売されていて、3,500 台近くですかね。で、最新情報として、新型クラウンエステートのプラットフォームが判明して、TNGA は最新型のGAK プラットフォームですね、採用して。で、ボディカラーの方ですね。もう去年から判明してますけど、モートーンが5色、バイトンカラー、ブラックとの組み合わせが5色ですね。で、計10色がラインナップしていて、デザインの方が、クロスオーバーとステーションワゴンが融合したデザインを採用し、スポーティーで実用性に長けた印象プラス、エステートも SUV なんで新型クラウンシリーズですね、セダン以外3車種とも SUV 車となっていて、ギアデザインに関しては最近流行りの一文字テールランプが装備し、スタイリッシュで上質な印象。内装に関してはソフトタッチ素材を使用した豪華なインテリア、先進装備や新機能類を取り入れた3色のインテリアカラーもですねラインナップしていて、まあ、形状デザイン的にはもう新型クラウンシリーズ、他のセダンタイプ、スポーツ、クロスオーバーと似たですね、デザインになっていて、ラゲッジを2列目シートを折りたたむことによって最大約2メーターのフラットなカーゴエリアを確保。で、装備類として12.3インチ、インストルメントクラスター、12.3インチ、大型ディスプレイのインフォテインメントタッチスクリーン、音声認識機能も搭載、ナノ EX 電動パーキング、オートブレーキホールド、イルミネーテッドエントリー、ワイヤレス充電、トヨタプレミアムサウンドシステム、10スピーカーが標準装備で、その他装備類としてカラーヘッドアップディスプレイ、快適音音シート、シートベンチレーション、パワーシート、ステアリングヒーター、パワーバックドアが設定されていて、パノラマルーフ、HDMI 入力端子、関連仕様、スペアタイヤ、プラスサポートに関してはオプション設定。で、ハビットにはアクセサリーコンセント、非常時給電システムですね。標準装備となっていて。で、スペック、ボディサイズからで、上が新型クランエステート。で、比較のために下がですね、クランスポーツとなっていて。エステートの全長4m93cm、シャワー1m18cm の全高1m62cm。だ、クロスオーバー、
当全長同じなんですね。で、新型クランスポーツと比較した場合、全長 4m72 なんで21センチ長くて、シャー 1m19 で1センチ短くて、スポーツが全高 1m56.5 なんで 5.5 センチですね。全高高くて、まあ新型クラウンシリーズ、仙台クラウンと加えたですね、全体的にボディサイズが大きめで取り回しはしにくくなってますね。ホイールベースが 2m85cm、 タイヤサイズ 235R21 インチ、最小回転半径は 5.4m からで、パワートレインが2つ、1つ目、直径 2.5L プラスモーターのハビット車、エンジン186馬力、221Nm、22.5kg、フロントモーター 119.6 馬力、202Nm、20.6kg、リアモーター 54.4 馬力、121Nm、12.3kg、システム全体で243馬力、バイポーラー型ニッケル水素電池という情報ですね。2つ目は直径 2.5L のプラグインハビットで、エンジン186馬力、221Nm、22.5kg、フロントモーター182馬力、270Nm、27.5kg、リアモーター54馬力、121Nm、12.3kg で、どちらとも去年に発売予定っていう公式のアナウンスがあったんですけどね、結局2024年に延期したみたいで、で、最新燃費、ハビットの方が 21.8kg/L で、PHEV の方が 20.4kg/L。PHEV に関しては EV 走行距離が 90km。で、航続可能距離が最大ですね。1200km 以上っていう情報で。で、駆動方式は4駆。ハビット PHEV なんで E4 ですね。トランスミッション、電気式無段変速機、乗車転用2シート5名乗車。まあ、新型クラウンシリーズ、どの車種に関しても3レシートはラインナップしてもおかしくない前兆なんですけどね。まあ、最近のトヨタの傾向、まあ、他のメーカーもそうですけどね。SUV は3レシートの車種が少なめとなっていて、新型ハリアーもラブフォーもですね、2シートですからね。で、安全装備、予防安全装備は、まあ、最新型のですね、トヨタセーフティセンスが標準搭載、機能類がプロアクティブダイビングアシスト、交差点を蛇行して探知、衝突回避型のピーカッシュセーフティ、レンディパーチャラート、デーテーシング、ロードサイン、アダプティブハイビーム、全車速のクルコン、先行車発進、発進遅れ、告知機能、デジタルインナーミラー、ドライバー上位対応システム、ブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックオートブレーキ、パナミックビューモニター、で、安心降車アシスト付きブラインドスポット警告、アドバンストドライブ、アドバンストパークですね。基本的にはもう標準装備っていう情報で、車用価格、まず比較のためにですね、新型クラウンシリーズで、クロスオーバーが一番安くて、435万から640万まで、まあ、エンジンとかの関係もあるんでしょうね。クランスポーツが中間ぐらい、590万から765万。まあ、クランスポーツがパワーユニットはですね、まあ、2.5Lハビットと PHEV ってこともあって、参考になる価格帯ですね。一番高いのがセダンで、2.5Lハビットでもですね、730万して、燃料電池は830万、2つのグレードで、まあ、スポーツよりは高くなるんじゃないかっていう情報で、新型クラウンエステート620万から PHEV ですね、800万を超えてこないだろうっていう情報で、まあ、最大内90万ぐらいなんじゃないかっていう予想価格ですね。まだ価格と発売日までは判明しないですけどね、3月までに発売っていう情報なんで、まあ、2月か遅くと3月までにですね、エステートも発売するってことで、まさか4つのですね、違うタイプの新型クラウンシリーズが発
発売するとは、まあ、2年前までは思わなかったんですけどね。デザインが新型、まあ、クラウンって分かんないですもんね。はい、今回トヨタ新型クラウンエステートに関する最新情報として、長さのデザインとスペックで装備関連と価格と発売時期について紹介しました。